労働政策審議会とは、厚生労働省設置法第6条第1項に、基づき、厚生労働省に設置されている、審議会等の一つ。略称は、労政審。中央省庁再編に伴い、従来の中央労働基準審議会や中央職業、安定審議会など13の審議会を統合し、2001年1月6日に、設置された。労働政策審議会は、 次に掲げる事務を司る。厚生労働大臣の諮問に応じて、労働政策に関する重要事項を調査審議する、こと。厚生労働大臣または、経済産業大臣の諮問に応じて人配に関する、予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議、すること。全2号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣または、関係行政機関に意見を述べること。 労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、専門的知識等を有する有機雇用労働者等に関する特別措置法、労働安全衛生法、労働災害防止団体法、労働者災害保障保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、勤労者財産形成促進法、中小企業退職金共済法、 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律。公安労働法。中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律。介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律。看護師等の人材確保の促進に関する法律。林業労働力の確保の促進に関する法律。雇用保険法。 職業能力開発促進法。外国人の技能実習の適正な実施及び技能、実習生の保護に関する法律。青少年の雇用の促進等に関する法律。雇用の分野における男女の均等な機会及び、待遇の確保等に関する法律。育児休業、介護休業等育児または、家族介護を行う労働者の福祉に関する法律。 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律を呼びかない労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。審議会は会議を原則公開とし、また審議会の議事録は原則公開とする。審議会には審議事項の性質別に7つの分科会とそのもとに16の部会が置かれている。以下の2部会は、 審議会直属の部会である。国際労働機関の厚労士三者構成の原則を整えるため、委員は公益、労働者、使用者の各代表10名の計30名で組織され、厚生労働大臣によって任命される。任期は2年で再任可能。また、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは臨時委員を 専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員をそれぞれ置くことができる。会長は、公益代表委員のうちから、委員が選挙する。審議会の会議は、厚生労働大臣の請求があったとき、会長が必要があると認めるときまたは、委員の3分の1以上から請求があったときに、会長が招集する。丸は、会長労働契約法18条の5年を、 大学教員や研究所研究員等について10年と読み替える研究開発力強化法の改正が2013年12月になされたがその際には通常を見られる労働政策審議会での審議会は一切なされず議員立法で成立した政府サイドにおいて労働政策審議会では労働者寄りの意見が出されて 迅速な審議ができないことが懸念された可能性があり、労働政策審議会の事実上の骨抜きとの批判が強い。平成13年1月に行った審議会の整理合理化について、厚生労働省、2014年9月14日閲覧、第10期労働政策審議会委員、名簿厚生労働省、ありがとうございます。